ジュリー根本の根本光です。今日のお題、じゃじゃん、ジュエリーリフォーム。はい、ジュエリーのリフォームでございます。ジュエリーのリフォームっていうかね、あのジュエリーのリフォームってまあリモデルとか今言われてますね。ジュエリーのリモデル、リフォーム、作り替え、なんていうふうに言われてるんですけども、ジュエリーの方ですね、作り替え、あの要は宝石があってその土台を変えるっていうね、ケースが非常に増えてます。でこうおばちゃんの形見なんだけどとか、まあね、お母さんからもらったもんなんだけども、これって価値あるものであれば、こう作り替えしたいんだけどってなってね。であるのは、一番あるのはダイヤモンドかな。お母さんの譲られたダイヤモンドとか、逆に、持っている婚約指輪を、ペンダントに変えるっていうケースが一番多いですかね。それの、まあ、ジュエリーのリモデル、ジュエリーのリフォームっていうね、お話をします。まあ、僕も実はジュエリーリモデルカウンセラー1級っていうのを持ってまして、まあ、リモデルっていう部分の知識っていうのも実際はあるんですけど、今はまあジュエリーのまあリフォームっていう部分で考えると、3つぐらいにがあります。で、まあ、ジュエリーのリモデル、まあ、リフォームっていう部分でもう完全にフルオーダーっていうね、もうお好みのデザインをこう一から作って、デザインして一から作り上げるっていう方法と、あとはですね、ジュエリーのなんていうのかな、まあ、セミオーダーっていうんですかね、まあ、あるものですよね。あるもの、要は枠だけあって、枠にあるものをこうやって、まあ、サイズ、その宝石のサイズに合わせて、その、まあ、枠にポンとこうはめ込むっていうね、まあ、セミオーダー的なもの。まあ、3つ目って何あるかな、なんだっけ、まあ、3つぐらいあるんですよそのもう一個は思い浮かばねえやな。まあね、これ今 CAD なんかもねあるんで、実はまあ手作りに近いんですけど、この 3D の、3次元のですね、まあ要はコンピュータグラフィック、まあパソコン上でね、画面見ながら、まあこう付け替えられるなんていうのもあるので、まあ今3つぐらいありますよね。まあその3つ、まあどちらにしても手がかかることで、まあ一番こうね、金額かかるのっていうのは手作りで、まあ相対してやってっていう話なんですけど、大体期間的にはまあね、早ければまあ1ヶ月ぐらいです。まあ枠があればね、これはい注文ってて、まああるのが1ヶ月ぐらいかな。でやっぱりね、フルオーダーになっちゃうとこれ半年ぐらいかかる方もいらっしゃいますし、まあ、大体ね3ヶ月とか半年とかっていう話で、まあね、密にね、あの話を、まあ、して、まあこういうデザインでこういうものっていう風に、最終的に作り上げるっていうのは、まあ、6ヶ月ぐらいかかっちゃうかもしれない、っていうのがありますね。まあキャドなんかだとね、それができる人できない人いるから、まあ難しいんですけど、まあ大体ねそういった部分で、考えます。でまあこれお値段っていうね、みんな知りたがるんだけど、お値段っていう部分で考えると結構な金額かかっちゃうので、まあプラチナの枠を丸々作ると思っていただく、まあそのまま買うみたいなね、形で考えてもらえればっていう話なんですけど、大体結婚指輪のまあ普通のね、高丸のリングが今売ってるので安いもので、まあ5万から7万ぐらい、まあ7万円としましょう、まあ、7万円ぐらいのリングを1本丸々買うって話なんですけど、ただグラムがね1万の、まあ、金額の、まあ、目安になるので、まあ、それが 4g で7万円だったとすれば、それが 10g ついたらどんな金額になるのか、でまたそれにプラスメレーがついたらどんな金額になるのかってお話なんですね。まあ、ペンダントを作ろうと思ってリングをペンダントにするっていうと、まあ、リングの要は土台だけ切って、そこにネックレスが通るバチカンというね、ものパーツをつけるだけっていうと、まあ安上がりにつくかもしれないけど、それも3万から4万円、まあそのバチカンの大きさにもよりますけども、そのぐらいかかっちゃうということ。まあ普通の土台を使って、まあリペアの部分、まあ修理というね、範囲なんです。
ですけども、ちょっとね、それだけでも金額かかるところなので、ジュエリーのリフォームっていうのは、まあ、実は期間がかかって金額がかかる部分っていうのがあります。なので、よほどね、思い入れが強いもの、やはりこれが本当記念日で、かけがえのない宝石なんだっていうものに関しては、ジュエリーのリフォームっていうのをお勧めしたいというふうに思っております。はい。ジュエリーのリフォームですね。まあ、これね、結構専門知識がないとできないことなので、まあ、専門知識がなくても、この枠だけね、サイズだけ測ればっていうのもあるんですけど、ぜひですね、まあ、そういった大切なものがある場合ですね、ご相談いただければな、というふうに思います。ジュエリーの作り替え、ジュエリーのリフォーム、ということで、今日のお題でございます。